2018年6月16日22時26分2位に入り、笑顔で挨拶する須田あかり SKE48、須田あかり26が、得票数15万4011票で自己最高位の2位に輝き、初女王の松井ジュリナ、21、と共に地元開催でスケのワンツーフィニッシュに花を添えた。今回1位に予想されていたメンバーは、みんなグループのセンターを任されているメンバーだ。地で、きっと私では計り知れないプレッシャーと戦ってきたメンバーばかりだったと思います。その点、私は全く最初から期待されず、デビューのスタートから、3年以上、劇場公演の一番後ろの端っこがポジションだった。ストレスフリー、プレッシャーなしでここまでやってきました、とアイドル人生を振り返った。また、ステージの一番端っこからスタートした私でも、よじ登ってくれば、こんなに高いところまで来られるんだ、と後輩に語りかけるようにスピーチしつつ、メディアに出演することで気づいたこととして、世間の皆さんは私たちが思っている以上に48グループに興味がないということです。こんなにも皆さんが熱く応援してくれるのに、なんでこんなにも伝わらないんだろう。もどかしくて、と AKB グループの危機感を吐露。今こそメンバー一人一人が自分の個性を武器にして、48グループの旗を掲げて戦っていく時だと思います、と決意を語った。司会の徳光和夫アナ、77、に、いつまでアイドル、外い、バレ、できたら30、年、まで、と笑顔で前を見据えた。須田のこれまでの総選挙順位はランク外、36位、に、9位、16位、10位、18位、7位、6位だった。